疲れ様です。今回の YouTuber さん紹介は横貫道を歩いてみたというチャンネルでございます。104本の投稿されていて、ファンの方が832名いらっしゃいます。そのうちの一人が私なんですけども、これは一体どんなチャンネルかっていうとね、ただ単にこの出てくる、まあ一言で言うとね、おじさんが歩きながらどんな由来があったのかってことをね、まあいろいろと紹介してくださる番組なんですよ。主には石仏とか石柱とか石造りのねモニュメントをこう紹介してくださるみたいな感じなんですけども、何気なく通り過ぎているお地蔵さんとかね、石柱ってのが案外200年前300年前にできたってことが分かって、結構ね私もね感慨深いものがあるんですけども、で主にねこのここには縦貫道って書いてますけども、山陽道を主に歩いてるように私には見えるんですよ。ですんで山陽道っていうふうに理解するんですが、私も普段ねよく通る道路とかをレポートしてくださって、しかもレポートがすごく上手なんですよね。聞きやすいですしね。まあ何点を言うならば、動画ごとに音量が違うんで連続して聞くときはちょっと気をつけないといけないかなってところなんですけどもね、まあ非常に面白い動画、興味深く整ってるかなと思います。私も集中的にね笠岡とか金浦とかね、あの辺とかね、あの茨のやつとかね見るんですけどもね、私が何回か自分自身でレポートした場所もこの方のやっぱこうレポートで聞いてみると、おーためになるなーって思うことばかりですよ。あれこれなんだろう、なぜ船の形のなんか宿があるみたいですね。だから山口県の方から岡山の方まで海沿いのもうなんすかね、遊歩道をずっと歩いてるのかな。まあ今となっては遊歩道かもしれませんけども、かつてはそこが主要道路だったみたいなことも分かってきたりとかね、なかなか私としてはいい番組だなと思いますね。はい、ちょっと再生をしてみると申し訳ないんですけども、こんな感じでね、地図を、古い地図をこうやって見ながら歩くんで、由来がちょっと分かりやすいというね、こういったものも出てますね。地名のね由来とかもねこうお話しくださるんで、同じところを今度撮るときにねまた別の気持ちで見ることができるかなってとこです。いや本当にね、地域を大切にしていきたいなっていうふうに思うんですよ。やっぱり歴史を知り、人を知ると、そしていつか私たちの時代もこうやって未来の人たちにね振り返ってもらえるような、そんな美しい風景を残していきたいなと思うんですけどもね。はい、じゃあ今回は以上でございます。